ヨハネス・ゲンス・フライシツ・アラーデン・ツム・グーテンベルクは、ドイツ出身の金細工師、印刷業者である。印刷に改良を加えた、活版印刷技術の発明者と言われ、広く知られている。グーテンベルクの古い記録は、裁判記録以外ほとんどなく、活版印刷技術の真の発明者は誰かという、論争が古くから行われてきたが、グーテンベルクとする説が最も有力である。 1445年までに活版印刷技術を考案し、その機器の実用化に成功して、自ら印刷業、印刷物出版業を創設したと言われる。金属活字を使った印刷術を発明したことで印刷革命が始まり、それが一般に中世で最も重要な出来事の一つとされている。活版印刷はルネサンス、宗教改革、啓蒙時代、 科学革命の発展に寄与した。1439年頃にヨーロッパで初めて活字による印刷を行った。活字量産方法の発明、油性インクの採用、当時使われていた濃厚用スクリュープレスのような木製印刷機の採用など様々な面で印刷に貢献している。真の画期的発明といえるのはそれらを組み合わせて実用的システムとしたことであり。 それによって本の大量生産を可能にし、印刷業者にとっても読者にとっても経済的に成り立つようにした。グーテンベルクの活字生産方法の目新しい点は、古くから活字黄金の発明とパンチ法と呼ばれる、鋳造技法と言われていた。紙をいくつも並べて大量生産を目指すために、 一般人協力のもとたくさんの試行錯誤が行われた。それまでヨーロッパでの本の生産は手書きでの書き写しか木版印刷であり、活版印刷はヨーロッパでの本生産に一大変革を起こした。活版印刷具は急速にヨーロッパ各地に普及し、さらに世界中に広まっていった。印刷技術は羅針版、火薬とともにルネサンス三大発明の一つに挙げられる。 グーテンベルクドイツの都市マインツの上流階級の商人フリーレゲン,ンスフライシツアラーデンとその2番目の妻で商店主の娘エルゼビウリヒの間に末っ子として生まれた。フリーレはマインツ大司教配下の金細工師だったとする記述もあるが織物の貿易商だったとする説が最も有力である。少年は明らかではないが1398年五郎と見られている。 技術視野のジョン・ディームハルトは、グーテンベルクの生い立ちは謎に満ちている。彼の父は、教会の造兵所で働いていた。グーテンベルクは、金細工の取引を見ながら育ったと記している。歴史家のハイン・リヒ・バラウもこの説を支持しており、14世紀から15世紀にかけて、彼は大司教の造兵所の親方の地位を世襲していた。そのため彼らが、 金属加工の知識や技術に長けていたことは確実である。彼らは中造用の金属を造幣所に供給し、様々な貨幣の両替を行い、偽造事件の際には審問官として働いたと記している。バラウは、さらに、彼の姓は、父や先祖が住んでいたイエズレイデン、ズ、グーテンベルグに由来する。ゲンスプライ書の家計を遡れば、13世紀には、 マインツの貴族だったと記している。マインツの貴族はしばしば所有する家にちなんで名付けられた。1427年頃、一家の住むイエズ・グーテンベルグにちなんだ姓、つむグーテンベルクが初めて記録されている。13世紀以降、グーテンベルク一族は夜勤業と商業に従事していた。父母の間には、長男フリーレ長女エルゼが生まれ。 次男として生まれたのがヨハネスであった博士が初めて本格的な研究を行い、以降、教会や死の記録をもとにして、グーテンベルク一族の研究が進められた。当時のマインツでは、市民と貴族の間で争いが繰り返されていた。その煽りで、グーテンベルク一家は1411年以降、他の貴族たちと同じように何度もマインツを離れて、 母が相続した辞書を持っていたエルトビレアムラインへ逃れることを余儀なくされた。バラウは彼の若い頃についてわかっていることは彼が1430年にはマインツにいなかったということだけである。彼の一家と何らかのつながりがあったと思われるシュトラースブルクに政治的理由から移住していたと推定されると記している。その頃、ヨハネスがエルフルト大学に学んだ可能性もあり、 1418年の在籍者として、ヨハネス・デ・アルタビラという名前が記録にあり、アルタビラとは、ラテン語で、エルトビレ・アムラインを意味する。その後15年間のことは、よくわかっていない。1419年に父、フリーレが死去した、際の遺産相続についての記録で言及がある。一家がマインツに戻ることができたのはようやく1430年になってからと推測されている。 成人したヨハネスは、金属加工の腕を磨き、貨幣中造職人としてその手腕を高く評価されていたが、母方の祖父が貴族でないという理由で、貨幣中造業ギルドへの加入が認められなかったという。グーテンベルクは1433年に母、エルゼが死去してから、ケーとの関係がうまくいっていなかったようで、それが原因なのか1434年以降、シュトラースブルクに移り住んでいる。 1434年3月にグーテンベルクが書いた書簡があり、母方の親戚の住むシュトラースブルクに住んでいることが書かれている。彼はまた金細工師としてシュトラースブルクの民兵組織にも登録されている。1437年には裕福な商人に宝石研磨の技術を教えていた証拠もあるが、どこでそのような技術を身につけたのかは不明である。同じ頃、 シュトラスブルク出身の女性との婚約破棄に関連した訴訟に名前が記録されている。実際に結婚したかどうかは記録されていない。フランクフルト、ママで見た普段の驚くべき男について私宛に書き送られてきたことは全て真実でした。完全な聖書全体を見たわけではなく、異なる巻の少数の折、日の当を見ただけです。書体は 非常にきちんとしていて、読みやすいものでした。各家に置かれましても苦もなく、しかも、メガネなしでお読みになれることでしょう。5の教皇ピウス2世が、カルバハルスーキ教に宛てた手紙、1455年3月1568年に描かれた印刷書の様子、1時間に240枚を印刷することができた。1439年頃、グーテンベルクは、 アーヘンの巡礼者に研ました金属鏡を売るという事業に出資を募り財政的問題を生じた。1439年同市ではカール大帝の遺品を展示する計画があったが深刻な洪水が発生したため1年延期された。そのため集めていた資金の使ってしまった分を返せなくなったのである。出資者を満足させるためグーテンベルクは 秘密を共有すると約束したと言われている。この秘密が活字による印刷のアイデアだったのではないかと言われている。伝説では光線のようにアイデアが訪れたという、1444年まではシュトラースブルクに住んでいた。1440年、シュトラースブルクで自身の研究に基づく印刷術を完成させ、クンストウントアベンジャーと題して、 その秘密を公開したと言われている。彼がどういうことをやっていたのか、すでに活字を使った印刷を試していたのかは定かではない。その後、記録には4年間の空白がある。1448年、マインズに戻ると、義理の兄から借金しており、印刷機などの機器を揃える資金にしたとみられる。その頃までに、黄飯印刷に精通していた可能性がある。 トランプカードの画家と呼ばれる同伴画家と仕事をしていたという説もある。1450年までには印刷所の運営を開始しており、最初に印刷したのはドイツ語の詩と見られている。グーテンベルクはヨハンフスとなる裕福な金貸しから事業資金を得ることに成功した。フスとは設備費として800グルデンを貸し付け、二人は共同事業者として新規事業を立ち上げた。 またその頃フストがベーター・シェッファーという青年をグーテンベルクの元に連れてきた。シェッファーはパリで謝辞制の経験があり、いくつかの最初の書体をデザインしたと考えられている。シェッファーは後にフストの娘クリスティーナと結婚して、婿になり、印刷業をビジネスとして成功させることになる。グーテンベルクは遠い親戚が所有する抱フハンブレクトと呼ばれる。 建物を印刷所とした。この頃、自宅付属の印刷所だけでなく、フストの資金で設立した新しい印刷所の2カ所で印刷を行っていたことが分かっている。彼がいつ聖書の印刷を起としたのかは不明だが、そのためにフストからさらに800グルデンを借り、1452年からその仕事を開始した。同時に他のより儲かる印刷物も,も印刷した。 聖書用とそれ以外用の二つの印刷機があったという推測もされている。最も利益の上がった印刷は、教会向けの数千枚の職友上の印刷で、1454年から1455年頃から印刷している。後に、グーテンベルク聖書と呼ばれる最初の印刷聖書、42行聖書は1455年に完成した。 約180部を印刷し、多くは紙だが、1。これと前後してフストがグーテンベルクを訴えるという事態が起きた。ゲッティンゲン大学に保管されているヘルマスペルガー文書によるとフストは以下のように主張している。すなわち、フストがグーテンベルクに聖書の印刷事業に必要な設備投資のために2回に分けて1600グルデンの資金を貸与したが、 グーテンベルクは別の用途に使った上に返済の意思がないため、対応金額に実施をつけて2026グルデンの返済を要求するというものであった。裁判所はフスとの訴えを認め、グーテンベルクに借金の返済を命じた。しかしグーテンベルクは十分な所持金を持っていなかったため、グーテンベルクの印刷機と活字、 印刷済みの聖書の半分などがすべて提当として、フストの手に渡った。グーテンベルクは、この決定にも落胆することなく、再び資金を集めて、自宅の印刷所で書籍の印刷を続け、1459年頃には、バンベルクのアルブレヒト・プフィスターの工房での36行聖書、印刷に関与し、少なくとも、活字を提供したとみられる。ただ、グーテンベルクには、 印刷日時や印刷者の名前を書物に入れるという発想がなかったため直接的な年代の確定が困難であった。また754ページのカトリコンを1460年頃マインツで300部印刷している。一方でグーテンベルクを追い出す形になったフストとシェフファーは事業を順調に発展させ1457年8月15日に出版したマインツ紙編は 世界で初めて奥付けに印刷日と印刷者名を入れた書籍として歴史に残ることになる。グーテンベルクの名はどこにも記されていない。1462年、マインツは対立する司教同士の争いに巻き込まれた。一方のアドルフ二世代司教に従う軍勢がマインツを略奪し、グーテンベルクは自宅と印刷所を失った。すでに老齢となっていたグーテンベルクは、 エルトフィレアムラインに逃れた。すべてを失ったかに見えた、グーテンベルクであったが、印刷術公案の功績を叩いて1465年に、アドルフ大司教の宮廷に従者として召し抱えられる、栄誉を得た。宝宮として、宮廷での衣装一式と、2180リットルの、穀物と2000リットルの免税のワインを与えられている。グーテンベルクが、 ひっそりと世を去ったのは3年後の1468年のことであった。没年齢は70歳頃と考えられる。マインツの教会に埋葬されたが、その教会と墓地は後に破壊されており、グーテンベルクの墓は現存しない。1504年、マインツ大学教授、イボ・ウィティグがマインツに、グーテンベルクの石碑を建てた。肖像画が描かれたのは百六十七年が、 最初で、ほぼ想像に基づいている。42行政書の冒頭、ヒエロニムスの書簡1450年から1455年までの間にグーテンベルクはいくつかの文書を印刷しており、未確認のものもあるとされている。彼は印刷社名や日付を記さなかったため、印刷物の中身と外部の記録から特定するしかない。 マインツでその頃に発行されたと見られる教皇の書簡や職友状が存在する。職友状は大量に印刷され、2種類のものが7版、全部で数千枚が印刷されている。アエリウス・ドナトゥスのラテン語文法書はグーテンベルクが印刷したものもあるとされている。それらは1451年から52年、あるいは1455年に出版されたと見られている。 1455年、フストとグーテンベルクは各ページ42行で2巻本のラテン語聖書を完成させた。1巻30フローリンで売られ、その価格は当時の平均的事務員の3年分の給料に相当する。それでも写本に比べれば安価であり、写本が一冊を作るのに1年近くかかることを考えれば大量生産につながる画期的な事業と言えた。ただし、 この聖書では本文の印刷後に手書きの聖書と同様の手法で装飾を手で書き加えている。1455年に印刷されたグーテンベルク聖書は完全な形で世界に48セット残っており、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国などに保管されている。大英図書館には2冊あり、オンラインで閲覧、比較可能になっている。日本では 慶王義塾大学が所蔵しているが、これはアジアで唯一のものである。グーテンベルク聖書は写本を模して作られたため、後の印刷物のスタンダードである要素を多く書いている。例えばページ番号、インデント、段落間の空白などがまだ見られない。なお、この時使われた活字のデザインはテクストラ、より正確にはテクストゥスクアドラトゥスからだ。 角張った編み目様の書体の名で知られている、当時の写本の書体を真似たものだった。2003年の時点で、洋費紙に印刷された、旧約、新約聖書の完全なものが4部、不完全なものが8部ある。紙に印刷されたもので完全なものが17部、不完全なものが19部で合計48部になる。 バンベルクで1458年から1460年頃印刷されたと見られる36行聖書は大部分がグーテンベルク聖書をそのまま複製したものであり、かつてはこちらの方が先に印刷されたと見られていたこともある。グーテンベルクがフストと共同で印刷したものは以下のようなものが知られている。他にグーテンベルクが自らの工房で印刷していたものとして、 以下のものが挙げられる。42行聖書は、ユネスコの推進する歴史的記録遺産のデジタル化計画、世界の記憶プロジェクトに加えられた。活字と食字本、グーテンベルクの初期の印刷技法や活字をどうやって作ったかの詳細は知られていない。後に出版した聖書を調査した結果、大量の活字が必要だったことが判明しており、 10枚小物、様々な活字が使われているとする者も,もいる。1ページ分の活字を揃えるのにおそらく半日はかかり、印刷機にそれをセットし、活字にインクをつけ、印刷した紙を取り出して乾かし、といった作業を考慮すると、グーテンベルクとフストの印刷所には、最大で25人の行員が雇われていたという推測もなされている。グーテンベルクの活字生産技法は、 今も不明である。その後の数十年間、銅製の母型とパンチ法が標準的技法としてヨーロッパ各地に急速に普及した。グーテンベルクの技法がそれと同じだ。標準的な工程としては、まず硬い金属製のパンチを銅製の棒に打ち付けて母型を作る。それを型にセットして溶けた活字合金を流し込み、即座に冷やして固め、型から取り出す。 母系を繰り返し使用して同じ文字の活字を多数生産する。そのため、ある本での同じ文字はほぼ同じ見た目となる。完成した活字はケースに種類ごとに置かれ、様々に組み合わされて印刷に使用される。木版印刷及び活字印刷が史上初めて行われたのは中国である。現存する印刷物で年代が確定している最古のものは、 法隆寺塔に保管された数元存する日本の百万塔だらにである。これは、聖徳天皇が発願して神後慶運4年に完成させたと伝えられている。中国のものでは、下京5年に、東港で発見された、経典、金剛藩に原光京五路がある。中国では9世紀以降、大量の印刷物が作成された。世界初の活字は、喜び歴年間に、 北宋の筆のボルが作成した陶器の活字である。14世紀にヨーロッパで初めて作成された木版は中国のものとほとんど同じである。このことから初期の宣教師や旅行者らが中国からヨーロッパへ印刷の技術をもたらしたのではないかと考えられている。ジョセフ・ニーダムは著作中国の科学と文明第一章の中でヨーロッパ人たちは 中国の印刷物の実物を見ただけでなく、おそらく中国に滞在した宣教師などから具体的な印刷の技術を学び取ったと考えられるとする。なお、東アジアの漢字文化圏では、活字の種類が膨大なものとなるため、活版印刷は定着せず、長らく木版印刷の時代となった。19世紀以降に活版印刷が行われるようになるが、 これは、西欧の技術を導入してのものとなる。モダンブックプリンティンググーテンベルクの発明を記念した彫刻パンチ法と同性の母系による活字製造法は、グーテンベルクの発明とされてきた。しかし、グーテンベルクの技法は、それとは若干異なるという証拠が近年発見されている。彼がパンチ法を使ったなら、鋳造時のミスやインクの付き具合を除いて、同じ文字は、 ほぼ同一に印字されるはずである。しかし、グーテンベルクの初期の印刷物にはそれだけでは説明できない文字のサインがある。2001年、物理学者のブレイス・アグエライアルカスと、プリンストン大学の師匠ポール・ニーダムは、シャイド・ライブラリーが所蔵する教皇の直書をデジタルスキャンし、その中の同じ文字を注意深く比較した。ハイフなどの単純な文字を比較した結果、 それらの際は、インクの付き具合や、鋳造時のミスでは説明できない部分があるとした。別のページ間では明らかに同一の活字が使われているが、同じ母型から鋳造されたとは考えられない文字もあるとしている。ページの投下口写真からも、伝統的なパンチ法とは異なる基礎構造であることが明らかとなっている。彼らは単純なくさび型を組み合わせて、 アルファベットなどの形を構成することで、砂と思われる柔らかい素材で母型を作ったのではないかという仮説を提唱した。砂型は一回鋳造すると壊されるので、同じ文字の活字は毎回砂の母型を作るところから始めなければならない。これで同じ文字の際を説明できる。彼らは活字鋳造のための再利用可能な母型の発明が、 印刷術の誕生における決定的要因として従来考えられていたよりも進化した技法だったかもしれないとした。また、パンチ法によって母型を作りそれを何度も再利用する技法が生まれたのは1470年代ではないかと示唆している。彼らの説は完全に受け入れられたわけではなく、この問題は今も議論が続いている。なお、19世紀に印刷業と 活字鋳造業を営んでいたフルニエル・ジューヌは、グーテンベルクが使っていたのは、再利用可能な母型から鋳造した金属の活字では、なく、木製の活字だったのではないかと示唆した。これも証明されていないが、可能性はある。2004年、イタリアのブルーのファビアーには42行政書を調査し、文字同士が重なっている部分があることを発見した。そこから発想し、活字を並べて、 ページを構成して一度に印刷したのではなくタイプライターのように一文字ずつ文字をスタンプしていったのではないかとした。しかし印刷の専門家は単に活字の高さが若干異なるために紙がずれて重なったのではないかと指摘している。グーテンベルクの生存中のもので彼の名前に言及した資料はまだ見つかっていない。彼の名前が印刷技術と結びついて 初めて現れるのは1472年の書簡で、ソルボンヌ大学教授、業務ーム・フィシェが、ロベールがギャンに当てた個人的なものであった。そこには、マインツ市の近くに住むブオネ・モンタのという性を持つヨハン、なる男が印刷術を発明したとある。1499年に印刷されたケルン年代記は、印刷術はマインツで発明され、 1444年頃ケルンに伝えられた。印刷術の発明者はヨハン・グーテンベルクと呼ばれたと書いているが、同時に印刷技術の原型はオランダからドイツに伝えられたとも書いていることから、一時期印刷技術はオランダから始まったという説が盛んに唱えられた。グーテンベルクは印刷事業では成功しなかったことから彼の名前が忘れられ、ヨハン・フストとペーター・シェフファーが 印刷術の創始者と考えられたこともあったが、シェフファーの息子ヨハンは自ら印刷したリビウスのローマ誌に検定の字として、印刷術の発明者はシェフファーではなくグーテンベルクであることを明記している。印刷技術の発明者が誰であるかということをめぐっては様々な説が流布してきた。特に16世紀から18世紀までに書かれた多くの歴史書は歴史的真実よりも 自国のプライドや著者の主張が優先されることが多かったため、研究者の視点から見ればお粗末なものであっても、印刷術の発明者をめぐる問題を混乱させることになった。例えば1568年に出た、オランダのハールレムの石アドリアン・ユニウスの著作、オランダ年代記は、グーテンベルクの活版印刷術はもともと、オランダ人ラウレンス・コスターが1442年に、 発明したものであり、マインズのヨハン・ファウストスなる人物が、コスターからその技術を盗み出したと記した。この記述から、ある時期、他にも多くの印刷物が、グーテンベルクより古いと主張されてきたが、どれも、グーテンベルクの印刷事業より古いものだという証拠が、示されるには至っていない。今日の世界は良くも悪くも、グーテンベルクに追うところが大きい。すべては、彼が起源であり、 我々は彼に敬意を表する必要がある。なぜなら、その偉大な発明がもたらした悪影響は人類が受けた恩恵によって千倍も霞んでしまうからだ。アメリカの作家マークトウェイ・イングーテンベルクの時代から18世紀までのヨーロッパでの出版部数のスイーマルティンルターの95箇条の論題。1522年から印刷された版が出回り、宗教改革を加速させた。 約2年間で30万部がヨーロッパ中に出回った。グーテンベルクは商業的には成功しなかったが、彼が発明した活版印刷技術は急速に普及し、ニュースや書籍の流通速度を劇的に早めた。印刷技術はルネサンスの拡大につながったとみなされる。また、ギリシアやローマの古典書が大量に出版され出回った。最も多かったのはギリシア語 ラテン語聖書であった。これらの書物が研究されたことが宗教改革に至る地下水脈の一つになっていく。15世紀中に金属活字を用いて印刷された書物は現存数も少ない大変貴重なものでインキュナブラと呼ばれている。アルドゥスマヌティウスのような先見的な印刷業者が登場したためヨーロッパの印刷の中心地はベネツヤとなり、 ギリシアやローマの古典が印刷されるようになった。当時のイタリア経済は急速に発展しており、印刷物によって読み書きも急速に普及していった。若きクリストファー・コロンブスは父ドメニコに活版印刷で印刷されたチリの本を買ってもらったことがあり、その本は今ではスペインの博物館にある。印刷は宗教改革で重要な役割を果たした。 マルティン・ルターの95カ条の論題は印刷されたことで広く普及した。その後、職友上を批判する文章をブランケット版の紙に印刷して配布している。これが後の新聞の元になったとされている。ドイツ国内には多数のグーテンベルク像が建っているが、特に有名なものはマインツのグーテンベルク博物館にある像である。またマインツには彼を記念した。 ヨハネス・グーテンベルク大学マインツがある。版権の切れた著作物を収集する電子図書館プロジェクト、グーテンベルクや、グーテンベルグの銀河系などの名称も彼にちなんだ名前である。彼の名を冠した小惑星にグーテンベルガがある。2011年9月、ストラスブールでグーテンベルクの生涯を描いたオペラが上演された。ありがとうございます。